さあ今宵も行きましょうか。表裏一体の世界、ほんとそう言えますよね。昔の人は夜、特に牛蜜時にはお化けが出るとか不吉と言って恐れておりました。光があれば闇もある。今日はね、ご一緒にそんな闇を見に行ってみませんか。では行きましょうか。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。いつもご協力ありがとうございます。では行きましょうか。高等バス事件、まず最初に事件の流れ、そしてもうここがねものすごい肝になってくるんですが、某事件との関連性で、私のあくまで私のになりますけど考察で、最後にエピローグというような流れで行かせていただきたいと思います。では行きましょうか。さあ事件の流れに行きましょうか。時は2002年2月12日、東京都墨田区高等橋1丁目。まず場所を説明していきますと、最寄りの駅は錦糸町駅。まあ錦糸町駅と言いますと、昼間はね、もうそれこそ老若男女問わず、いろんな人でこうごった返すような場所なんですよね。こう丸いも入っているし、またはその映画館、ロッテ会館で確かね、バッティングセンターもあったりボーリングもあったような気がしますけど、間違ってたらごめんなさい。そしてね、マグロのぶつ切りとか売ってたり、あとは亀戸餃子っていう結構人気なところもあって、昼はね昼ですごい盛り上がっていて、そこから一歩裏に入るとこうちょっとね、こう大人の街というか、そういうような街でもあり、ただねちょっと行くとその都会の雑踏とも言える若干感性寄りなのかな、そういうような顔も持つ、ちょうどその中間ぐらいにあるのが高等橋1丁目のマンションではあるんですけど、そこのマンションの管理人業を行っている女性がいたんですね。でその女性はいつも通りそのマンションに出勤するんです。そしていつものように管理人業務を行っていたんですよ。ただ2月12日以前はちょっと連休が重なっていて、それで連休ですので在宅率が上がるんですよ、どうしても。で在宅率が上がるがゆえに、こうゴミがいつもよりも多かったんで、そのゴミを分別作業を行っていたんですね。ちゃんとゴミの日にちゃ速やかに出せるように。でそのゴミの分別作業をしていくと、なんかね赤っぽい袋が見えてくるんですよ。まるで解体したマグロが入っているようにも見える。ただそれを見つけた時ちょっとゾワッとするんですよ。なんか怪しいぞ。そして近所の人に頼んで中身を一緒に確認することとなります。で中身を見てみると、なんとそれは人間の胴体のようなものだったんですよ。そして警察に通報するというような流れになっております。で胴体は5枚の半透明のゴミ袋で包まれておりました。外側2枚は東京都指定のゴミ袋、まあこの画像にあるものが使われていたんですけど、であともう一つは千葉県内の自治体が指定するゴミ袋だったんですよ。で左側見ていただければ分かるんですけど、よく見ると船橋市って書いてありますよね。もしかしたらここも関わってくるのかもしれないと思いますよね。で警察の捜査で胴体の一部を調べていきますと、死後1日ぐらい経過していたと判明いたします。まあその殺害されて割と早い段階で置かれていたというようなことですね。ただその胴体が全部あるわけではなくて一部分しかなかったんですよ。なので性別も分かんないような状態だったんです。そういう状況ですので、情報が何も得られないまんま時間だけがどん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 経過していきます。で何の手がかりも得られぬままずっと時間が経過するんですが、その事件発生から約2ヶ月後、2002年の4月17日午後4時12分頃の出来事なんですけど、千葉県船橋市、そう船橋市の
ゴミ袋も使われておりましたよね。の京葉道路脇の市道の側溝から足首が発見されるんですよ。そして警察が向かうと。で DNA 鑑定を行ってみると、墨田区江東橋1丁目で発見された胴体と同一人物のものということが判明いたします。けれどもこれ以上の情報は何も得られず、今もなお未解決事件となっております。で実はね、非常によく似た事件があるんですよ。2004年5月12日に、まあ今回の事件は2002年ですよね。そこから2年後、江東橋4丁目、めっちゃ目と鼻の先ですよね。立川第一公園で胴体の入ったスポーツバッグが見つかった事件があります。ちなみにこの画像は、そのスポーツバッグを購入した可能性の高い2人組の似顔絵なんですよ。なのでこの2人が犯人とは限らないので、何らかしらの情報を知っている可能性がある2人と見られております。まあ似ているところをちょっとね抜き出していくと、まず1つ目に胴体だけがその発見してくれと言わんばかりの状態になっていますよね。そのまあもう一個ね、京葉道路のところから見つかった足首に関しては、まあ、側溝に隠れていたんで、まあ、なかなか発見しにくい部分ではあるんですけど、胴体だけは非常に目立つようになっているんですよ。で2番目に指定のゴミ袋を使っている。で一部分しか発見されていない。で場所が近いでいうと1丁目と4丁目ですよね。いやー、もしかしたらね、やり方がものすごく似ているんで、もしかしたら同一犯の可能性が高いんじゃないのかなって私はちょっと思うんですよ。でちょっとねここに関しては強引なんですけど、同じようにバラバラしているっていうところで考えて、かつ京葉道路で考えていくと、もしかしたら千葉港の動画も見ていただいた方はわかるかもしれないんですけど、ちょっとね割と年代も似てくることから、しかもねちょうどその時がこう都心部から徐々に千葉県にみんな移動している最中でもあったんですよね、そのチャイニーズマフィア系が。っていうことを考えていくと、もしかしたらワンチャンここも関連してくる可能性もなきにしもあらずかなとは思うんですけど、ただねちょっと場所が海っていう風に変わっているんで、なんとも言い難い部分はあります。はい、考察に移っていきたいなと思うんですけど、まず両事件ともにその江東橋で行われたっていうことで、本所警察本所署の管轄になってるんですよね。まあ2002年2004年両事件ともに手口がほぼ一緒っていうことから、まあ多分同一犯だろうと思うんですよ私は。でも一生懸命調べても身元が判明しないわけですよね。少なからずこう家出人とかそういう願いが出されているところに関しては、まあ DNA の協力をお願いしますとか、そういうこう草の根活動的なことは絶対やってると思うんですよ。一審が問われる事件でもあるんで。でも身元が判明しない、じゃあどういうことなのって考えていくと、もしかしたらアジアの人の可能性があるわけですよね。でアジアの人でもまあ旅行者だったら判明するじゃないですか。あと留学生、その辺も判明しますよね。でも判明しないのは密入国であったり、まあ違法に日本に来ている人、まあ判明しにくいというか判明できないと言っても過言ではないですよね。でものすごくやり口が残忍ですよね、2つ目で言うと。でその密入国っていうところとその中華系っていうことを考えると、もしかしたら邪道っていうその日本に送り込んだり、まあ、本当世界を股にかける密入国ブローカーがいるんですよ、邪道っていう。それかもしくはそこから派生したり、もしくは類似した組織のやり口のような気がするんですよね。ちなみに今もなお
その日本で人身売買が行われておりますっていう動画もアップしておりますので、そちらも見ていただければ幸いではございますが、もうほんとね、やり口が非常に残酷、なかなかこう日本の893の方でもそこまでのことやらんだろうっていうような手口だったりするんですよね。で、まあ身元が判明しないってなってくると、まあそういうブローカー系、そしてブローカーから派生したっていうふうに考えるのが非常に妥当なんじゃないのかなって私は思うんですよ。ただもう本当ね、ここを解決するとなった国際的な組織にこうアンダーグラウンドな世界まで潜り込んでしっかりと捜査しない限りは無理なんで、まあ日本の警察がそこまで踏み込んでやっていけるかどうかっていうのは分かんない部分はありますけど、ただもう国際化社会にもなっておりますんで、この考察通りであれば踏み込んでいただきたいなと個人的には思ったりしております。いや、この考察通りだったらめちゃくちゃ怖いですよね。その若者も結構行くし、おじいちゃんおばあちゃんも行くような街でもあるわけなんですよ、錦糸町って。まあというように華やかさがあって人が集まる場所、その裏には何らかしらの闇っていうものも本当あるんだなと思わされますよね。さあ、エピローグに移っていきましょうか。めちゃくちゃ怖い事件ですよね。なので、まあ本当気分を一気に変えるためになるべく、まあまあまあっていうほのぼのするようなお話をできればななんて思うんですけど、最近ね、ちょっとやっぱ長男が成長期なんですよね。今中学校1年生でもうそろそろ2年生になるんですけど、まあ、どん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 やっぱ大きくなっていますよというところで、僕が家に帰る頃には夕飯がね全部なくなってしまうっていうことがしばしば起こるようになってるんですよ。まあ親としてはね、嬉しいとこはありますよね。ちゃんと大きくなってくれよって。これが横に大きくなる分には嫌ですけど、今もねちゃんとそういう風に食べながらも腹筋もうバキバキに割れてるんで、まあまあまあありがたいなと、まあ私もそういう風になりたいなという風に思うんですけど、まあそういうシーン見てるとね、ほんと思い出しますよね。わんぱくでもいい、何でしたっけ大きくなれよって。いやー、あの CM ねすごい良かったですよね。ではまたお会いしましょう。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。